ございます。もう完全にねガレージが旧車屋の匂いがしますね。 CV ジョイントなんですけど、どうもねこっちこれはこっち2つはねなかなかいい動きをしてるんですけどね、なんかこの2つが動きが気持ち悪いんで昨日ねバラしちゃいました。なのでまあこいつをちょっと組み上げて動きのなんか渋さを取れればねいいんですけど、これ組んでから CV ジョイントを組み立てて、車体に取り付けようと思います。いやこれすごいっすよ。考えたやつ頭どうなってんだろう。ハイパーチエノア状態だったけど昨日より全然動きが良くなって大丈夫そう。多分もう一個はねちょっとまだ組めないんだけど、まあ、だいぶいいな。いやこれ考えたやつほんとすげえわ。どういう頭してんだろう。どうにも一個動きがね渋くてかじってるみたいな軽くねとこがあって、もう一回組み直してみます。多分今一応ねこのベアリングがはまるこの溝のところにちょっとこう当たりがついちゃってたんで、それをいろんな道具使ってね鳴らして、まあまあまあいいんじゃないかなっていう風に動くようになったんで、あとはね新しく買ったブーツこれを、はめてこうか。でグリスアップして、でネジ関係もまあ綺麗にしたんでね、この辺全部これを使って、車体に組みたいと思います。CV ジョイント組み立て完了です。今回ね C クリップはね純正が輪っかの先っぽについてないやつね、丸がだったんで、これ純正いない丸ついてないで、これをこう丸付きに買いました。こっちの方がねやりやすいんです。であとは組み付けの際にカップ、ここの中にもモリブデン入れまくって、でこっち側にもこの辺にねグリス入れて、で、ミッションと、なんだホイール側の方に合体するという感じですね。多分大丈夫だと思うんだけどな。よし、組み付けましょうか。
で先にこの固定のボルトこいつらをつけて、でこのプレートもねここにつくんで、こういう感じで先に入れてから、車体の下潜った方がいいかな。綺麗になった。こんな感じです。多分大丈夫なはず。